霊夢、次の画像になんて書いてあるのか答えてくれ。ん？何も書いてないけど？マリサ、表示する画像間違えてるわ。いやいや、しっかりと見てくれ。確実に文字が書かれているぞ。え、嘘でしょ。私には綺麗な緑色しか見えないわ。正解はメヌという文字が書かれていたぞ。嘘でしょ。それでは今回はこのような問題をバンバン出していくぞ。先行き不安だわ。じゃあ今回の動画では 99% の人が引っかかる資格テスト、ということについて話していきたいと思うぜ。よろしくお願いするわ。それにしてもさっきの画像、文字が書いてあるなんて全然わからなかったわ。しっかりと引っかかってくれて嬉しいぜ。今回はバンバンこういう問題を出していくから、楽しみにしていてくれよ。早速1問目の問題に行くぜ。まずはこの画像を見てくれ。やっぱり紫色にしか見えないけど、これにもきっと何か書いてあるのよね。その通りだぜ。今回は選択肢を用意したから、3つの回答の中から選んでくれ。制限時間はそれぞれ5秒で行くぞ。もしもう少し考えたい場合は動画を止めても大丈夫だ。それでは選んでくれ。A、メヌヌ。B、メヌメ。C、ヌヌメ。D、ヌヌヌ。よーく見て考えてみてくれ。どうだ？わかったか？自信ないけど、C のヌメヌメ、じゃなくてヌヌメ？ふむふむ、なるほど。不正解だ。ガーン。正解は D のヌヌヌだったんだぜ。紛らわしい文字チョイスしないでよね。紛らわしい文字じゃなければ誰でも答えられてしまうだろ？そうだけど。では続いて2問目の問題に行くぜ。この画像を見て、どんな文字が書かれているのか4つの回答の中から選んで当ててくれ。A、ヌメメメメ。B、メメヌヌメ。C、メメメヌメ。D、メヌメメメ。真っ青にしか見えないわ。そう言わず少し考えてくれ。どうだ？わかったかな？よーく見たけど、私には A のヌメメメメに見えたかな。霊夢は A か。残念だったな。やっぱり。正解は何だったの？正解は C のメメメヌメだったんだぜ。わかるか。まあ落ち着いてくれ。3問目の問題に行こうじゃないか。今回は選択肢なしの問題だぜ。この画像を見て、さっきと同じようになんと書いてあるのか当ててくれ。今回は何か見える？よ、読めるぞ。ムスカやってないで少し考えてくれ。どうだ？ふ、これは見えちゃったわよ。答えはカステラじゃない。おお、大正解だぜ霊夢。私が本気出せばこんなもんよ。では4問目の問題に行くぜ。この画像を見て、何と書いてあるのか答えてくれ。あれ、気のせいかな？真っ黒に見える。目が、またムスカ出てきたな。もう少しじっくり見てみてくれ。どうだ？答えはわかったかなムスカくん。全然わからなかったわ。もしかしてバルス？どこまでムスカ引っ張ってくるんだ。正解はポイントだったんだぜ。嘘、絶対書いてないわよ。いや、書いてあるんだぜ。じゃあ5問目の問題に行こう。こちらも画像を見て、なんて書いてあるのか当ててくれ。本当に書いてあるのかな？どうだ？何か見えたか？何も見えないけど？全面ピンクにしか見えないけど？それは残念だぜ。正解はプリントだったんだぜ。言われてもわからない。悔しい。ここまででまだ1問しか正解してないわ。次の問題は頑張ってくれよ。今度は、何色に見えるか？という問題だ。まずはこの画像を見てくれ。なんだか目がチカチカしそうな画像だわ。この中に丸が2つ書いてあるのが見えるだろ？霊夢はこの丸が何色に見える？緑色と、黄緑かしら。ふむ。なるほどな。画面の前のみんなはどうだ？それでは正解を発表する。実はこの丸、2つとも緑色なんだ。嘘よ。全然同じ色には見えないわ。本当だぜ。他の色を排除した正解画像を見てくれ。本当だ。マジックだわ。では早速問題を解いてもらうぜ。1問目の問題だ。まずじゃあこの画像を見てもらおう。書かれている2つのブドウは何色に見えるか？どう見ても同じ色じゃないことは確かだわ。どうかな？少し考えてみてくれ。どうだ？正解がわかったかな？これはもう自信あるわ。正解は緑と紫。っていうかその色にしか見えないわ。ふふ。残念だな霊夢。今回も不正解のようだぜ。
じゃあ一体何色だっていうの？正解の画像を見てみよう。正解はこの色だったんだぜ。え、両方水色？その通りだ。全然わからなかった。でもどうしてこんなに違う色に見えるの？今見てもらったような、見ているだけで脳が混乱するトリックアートや作詞は有名だ。霊夢にやってもらったものもムンカーの作詞というものなんだ。最初にやってもらった問題の画像を見てみよう。霊夢が言ったように、右の円は黄緑、左の円は濃いめの緑に見える。そうよ、どう見ても違う色に見えるのに。これがまさにムンカー作詞と呼ばれるもので、色の同化と色の対比の二つの現象によって引き起こされる錯覚を利用しているんだ。色の同化と色の対比？ああ。色の同化は、色が周囲の色に同調して見えることを言い、色の対比は、周囲の色と反対の色合いに誘導されることを言うんだぜ。同化と対比か。日常生活であまり目にしなさそうだし、引っかかっちゃうのかしらね。いや、実は色の同化は、私たちの生活の至るところで発見できるんだ。そうなの？そうなんだぜ。例えば、スーパーでネットに入ったみかんを見たことがあるだろ？見たことがあるも何も、みかんといえばあのビジュアルしか思いつかないくらいよ。相当刷り込まれてるな。実はあのネット入りのみかんは、色の同化をうまく利用した商品のディスプレイ方法で、もともと色が黄色いみかんを赤色のネットに入れることで色の同化を起こし、みかんがより赤みを帯びて、甘く美味しそうに見えるようにしているんだ。そうだったの。だからついついあのみかんを見ると、食べなきゃいけない気がして買ってしまってたってわけね。霊夢の食い意地の可能性も否定できないけどな。さらに最近ネットで注目されているのが、アメリカテキサス大学の、デビッド・ノビック教授がツイッターに投稿したこの作詞画像だ。円が描かれてるわね。4色くらいあるように見えるけど、教授のツイートの説明によれば、円の色はどれも同じなんだそうだが、霊夢の言うように4色に見えるんだ。教授のコメントによれば色の違いは見た画像のサイズによって変わる。とのことで、画像を拡大してみるとこんな風に見えるぜ。あ、確かにこれなら同じ色に見えるわね。近くで見るだけでこんなに違うなんて。本来なら同じ色の円が、縞模様の線の影響で4つの違う色に見えるんだな。なんか自分の目を信用できなくなってきたわ。百聞は一見にしかずっていうけど目から入る情報だって疑わしいじゃない。おお、そんなことわざ知ってたのか。バカにしすぎじゃない？次の問題に行こう。まずはこの画像を見てくれ。なんだかパズルみたいね。その通り。このモザイク画はパズルにするために、描かれたもので、実際に描かれたのは100年以上も前なんだぜ。当時のものには色はついていないが、これは見やすいように色をつけたものだ。実はこの絵の中に星の形が隠れているんだが、どこに隠れているのか探してみてくれ。来たわ、こういうのならできそうな気がする。ちなみに星の形は綺麗な星型で、いびつなものじゃないぜ。ではちょっと探してみてくれ。どうだ？見つかったかな？マリサ、実は星なんて隠れてなかったんじゃない？そんなわけないだろ。ということは見つけられなかったんだな。くぅ、恥ずかしながら、残念だったな。ではこれを見てくれ。これで少しはヒントになるんじゃないか？緑に塗られている部分があるわね。この辺にあるってこと？ではさらにわかりやすい画像だ。あ、わかったかも。霊夢にもわかったようだな。正解はここに隠れていたんだ。こうやって見るとわかるのに、全然わからなかったわ。ヒントがなければ、小さなモザイクが、目の前を邪魔して星の形があるなんて思えないかもな。今回もダメだったわ。次こそは、頑張ってくれ。続いての問題はこれだ。まずはこの画像を見てくれ。この画像を見て、この中にいくつ顔が隠れているのか見つけてみてくれ。おお、いいわね。こういう問題大好きよ。探すのは人間の顔ってことで OK？ そうだ。人間の顔に見えるものを何個あるのか探してほしい。では少し探してみてくれ。どうだ？いくつ見つかったかな？ふふ。わかったわ。答えはズバリ6つじゃないかしら？おお、たくさん見つけられたじゃないか。でしょでしょ。それで正解は？正解は13個だぜ。全然違うじゃない。そんなにたくさんあるの？そうなんだぜ。正解の画像はこれだ。ほんとだわ。確かに13個ある。さすがにこんなには見つけられなかった。まあまあ。気を取り直して2つ目の問題に行こう。こちらの画像にも人の顔が隠れているから、いくつあるのか答えてくれ。今度こそ正解するわよ。では探してみてくれ。どうだ？わかったかな？
これは、4つかしら？どうかな？では正解の画像を見てみよう。これって隠れてる顔以外の人そのものの顔も入るの？騙された。正解は16個だ。ちょっと意地悪な問題だったかな？では最後の問題だ。今回の問題にはちょっとした診断がついてるぜ。まずはこの画像を見てくれ。動物の絵が描いてあるわね。そうなんだ。この中から、一番初めに目についた動物を4つの選択肢の中から選んでくれ。どの動物を選ぶかによってあなたの性格がわかるようになっているぜ。A、ゾウ、B、鳥、C、キツネ、D、その他。なるほど、面白そうね。では少し見てみてくれ。どうだ？決まったかな？決まったわ。私は C のキツネが目についたわ。ふむ。霊夢はキツネか。ではそれぞれの結果を発表するぜ。まず最初にゾウを選んだあなただ。あなたは知性や知識を重んじるタイプで、物事を客観的に捉えることが得意なようだな。問題解決能力が高く、事実やデータを重視する傾向があるようだ。理論的なタイプなのかしら。また、新しい知識や情報を得ることに興味を持ち、自分の知識を広げるために本を読んだり、セミナーや講演に参加することが好きなんじゃないか？さらに分析力も高いから、複雑な状況や情報を整理し、要点だけをピックアップして客観的に見ることができるようだ。物事を客観的に見られる人って尊敬しちゃうわ。そんなあなたにぴったりな仕事は、専門的な知識を武器にするものだ。例えば、研究者、エンジニア、弁護士、経営者、分析家などだな。どれも頭が良くないとできなさそうな仕事だわ。確かにそうだな。これらの職業では、客観的な分析や、論理的思考が重要なので、あなたの知識や知性を活かすことができるだろう。ふむふむ。次に鳥を選んだあなただ。あなたは自由を愛し、束縛されることを嫌うタイプのようだな。自主性が強く自分の意思で行動でき、自分で計画を立てて、目標に向かって進むことが得意なんだろう。計画的に物事を進められるのって羨ましいわね。私は計画を立てても早々に頓挫しちゃうから。霊夢らしいぜ。あなたは新しい環境や状況に適応しやすく、変化やチャレンジを楽しむことができる。固定概念にとらわれず、異なる視点や考え方を受け入れることができるので、人間関係でも人々の違いを尊重し、適応力が高いだろう。そんなあなたにぴったりな仕事は、クリエイティブな職業やフリーランスなどだ。例えば、画家、デザイナー、作家、音楽家、プログラマー、起業家などが該当する。これらの職業では、想像力や独創性が重要なので、あなたの自由な発想や柔軟性を存分に活かすことができるはずだぜ。次にキツネを選んだあなただ。霊夢もキツネを選んでいたな。私もキツネを選んだわ。あなたは他人と比較せず、自分自身の成長や達成に焦点を当てる人のようだ。やだ。私の向上心の高さがバレちゃったわ。おう。自分の道を歩むことを重要視し、他人の評価や期待に左右されない生き方を選ぶ。自分自身と向き合い、自己分析や自己評価を行うことが得意なようだな。さらに独自の価値観や信念を持っており、それに基づいて行動しているだろう。そしてリラックスやリフレッシュのために、静かな環境で過ごすことを好むようだな。確かにリフレッシュしたい時って、誰もいない方が嬉しいかも。一人の時間を過ごすのも好きだし。そんなあなたにぴったりの仕事は、自分の信念に基づいて活動する職業や、独立した働き方だ。例えば、起業家、フリーランスのコンサルタント、デザイナー、プログラマーなどの専門家、研究者、芸術家などだな。なんかオシャレな仕事ばっかり、迷っちゃうわ。やる気満々だな。これらの職業では、自分の価値観や目標に基づいて働くことができ、独立心やプライベートも大切にすることが求められるから、あなたにはぴったりだと思うぜ。新しい自分が発見できたわ。最後はその他の動物を選んだあなただ。あなたはユニークな個性の持ち主で、一般的な選択肢にとらわれず、人とは違う道を歩むことに喜びを感じるようだ。未知のものや新しいことに興味を持ち、常に学びや発見を求めているぜ。どんどん新しいことにチャレンジする人って年齢に関係なくパワフルよね。あなたはいろいろな分野に触れることで視野を広げ、自分の知識やスキルを向上させていくことが好きなんだろう。新しい環境や異なる価値観にも寛容なので、いろいろな人と共に成長することができるんだぜ。枠にとらわれず、新しい発想やアイデアを生み出すことが得意なので、クリエイティブな分野や革新的なプロジェクトで活躍することが多いだろう。そんなあなたにぴったりの仕事は、芸術家や画家、彫刻家、写真家などの、
独自の視点や感性を表現できる職業だ。また広告、マーケティング業界やコピーライターなど、革新的な広告や、プロモーションアイデアを考案する職業も向いているぜ。へえ、選ぶ動物によってそんなことまでわかるなんて面白かったわね。ということで今回は 99% の人が引っかかる資格テスト、ということについてやってきたが、霊夢やってみてどうだったか？ 99% の人が引っかかるってだけあって、全く正解できなかったわ。今回私が正解したのってたったの1問なのよ。悔しい。霊夢は残りの 1% には入れなかったようだな。だが落ち込むことはないぜ。動画を見ているあなたはどうだった？残り 1% に入れたかしら？半分以上はわかった。なんて強者がいたら、コメントにどんどん書き込んでね。それじゃあ今回はこの辺で終わろうと思うぜ。ご視聴ありがとうございました。